おはようございます。こんにちは。こんばんは。サルポンです。今日はですね、ドコモの 5G ギガホプレミアを使い続けて、だいたいですね、1ヶ月とちょっと経ったわけなんですけれども、こちらのね、4つの点について説明したいと思います。まずはですね、速度制限、こちらの方がですね、あったのかどうかっていうのをですね、大容量通信を行ってみた結果なんですけれども、それからですね、通信エリアですね、通信速度、それから 5G のエリアについて説明しております。こちらもね、ちょっと気になる内容なんではありますけれども、それから次ですね、料金、こちらなんですけれども、割引を適用した場合ですね、私の場合ではございますけれども、割引料金ね、いくらになったのかっていうのをですね、発表したいと思います。それから最新ニュース改善点なんですけれども、こちらはですね、ドコモの公式が発表している、改善点やニュースなんですけれども、こちらの方もね、ちょっと気になったので、今回ですね、行ってみたいと思います。ということで、まずは速度制限に関してですね、まずはこちらのグラフを見ていただきたいんですけれども、こちらですね、私が使った、実際の容量になります。5月時点の契約時点ですね、確か5月の3日に契約したのかな。それから1ヶ月使い続けてみて、だいたい 1.5TB。TB って言うとギガじゃないですよ。TB を使い続けたんですね。それで、速度制限がないのを確認いたしました。それからですね、月またぎですね、っていうのを確認したんですね。もしかしたら月のまたぎに関して、速度制限が行われるのではないかということをですね、思ったので検証してみたんですけれども、こちらの方もね、速度制限がありませんでした。現時点ではありませんでした。それから6月の、現在14日なんですけれども、298GB を使っている状況となっております。これでもね、速度制限が行われていない状態となっております。ただしこちらの方ですね、現時点での状態なので、今後どうなるか分かりません。契約者数が増えたりですね、通信の、速度の制限が、ね、かかる可能性もございます。こちらの方をですね、とどめおいて、契約したい方は契約なされてはいかがでしょうかということでございます。なので、速度制限はですね、今のところかかってはおりません。これね、本当に素晴らしいですね。ドコモさん、やっぱり回線が太いんですかね、かなりやっているなっていう感じなんですけれども、これでですね、私固定回線いらないのではないかなという感じもするんですけれども、まだまだですね、6月も検証していきたいと思います。ということで、次に通信速度とエリアに関してなんですけれども、まずですね、通信速度、こちらの方を見ていただきましょうか。こちらですね、なかなか安定した速度が出ているんですね。100Mbps 超えてます、下り速度ね。アップロードもね、平均だいたい 20Mbps は超える速度でのね、測定の結果となっていて、安定しているんですよね。これね、時間にこだわらず、特に夜の8時とかにもね、測定してみたんですけれども、だいたいこのくらいのスピードが出ている感じですね。なので現時点では速度に不満ないですね。4K の、YouTube もパッと見れますし、それから、オンラインゲームやってても、遅延をね、感じるタイミングっていうのがないんで、非常に快適に、プレイできてますし、配信なんかのテストもしてみたんですけれども、こちらもですね、結構な、画質で、配信を行うことができました。これね、あの前の YouTube で PlayStation 5 の配信テストを行っているんで、もしよかったら見てみてください。高画質はね、ちょっと、モザイク上に一部なることがあるかなっていうのはあったんですけれども、それでも、配信に耐えられるっていうね、通信速度でした。はい。それからエリアに関してなんですけれども、こちらはですね、まだ非常に狭いです。 5G エリアになっているのが狭いですね。実際に私の家もね、 5G になったり 5G になったり切り替わったりなんですけれども、 5G にはまだなっておりません。これね、だいたい3ヶ月ごとの更新画面をドコモの公式ページで見れるんですけれども、私のエリアね、大体7月末に伸びてしまったんですね。なので 5G のテストはね、また7月末でしょうかね。ただですね、主要な駅、例えば、新宿駅とかね、そういうところ行くと、簡単に 5G につながって、速度も非常にね、速いスピードでつながっているっていうのが分かったので、もしですね、5G を試したい方は、そうですね、その、なんていうか、
近所の駅ですね、そういったところに行ってみることをお勧めします。はい、ということでエリアは以上ですね。まだまだ、広がっている途中というところですね。はい、ということで次なんですけれども、料金に関してなんですけれども、こちら見ていただきましょうか。私の場合なんですけれども、実家の家族がね、ドコモなんですよ。ということでドコモファミリー割引も適用されてますし、ドコモ光のね、割引も適用されていて、このお値段となっております。4700円ぐらいですね。非常に安く使えてるなっていうのはあるんですけれども、実家の、両親がね、ドコモを使っているのが大きいかなと思います。ちなみにファミリー割引なんですけれども、このファミリー割引はね、遠方に住んでいる、3都市以内だったかな、の方なら、適用が可能ということでね、非常に素晴らしい制度となっているんですけれども、私はね、東京に住んでいるんですけれども、実家の両親は東北に住んでるんですね。なんですけれども、ファミリー割引の適用内になるんで、このね料金になったわけでございます。非常にね安く使えるんじゃないかなと思います。それから、最近はパートナーとかそういった扱いの方でも、適用が、されるということですね。なので、広い範囲で、ファミリー割引が適用されるので、こちらはですね、もし、料金適用したい方はドコモのね、ショップに行って、聞くのもありかもしれませんね。それから最新ニュースの改善点ということなんですけれども、こちらねドコモが発表したんですけれども、最近あの 5G エリアで、繋がりにくいというね事象が発生していたわけなんですけれども、こちらをですね6月以内に、改善するっていうね、ドコモの公式からアナウンスがあったんですけれども、これね非常に素晴らしいと思いましたね。ドコモの 5G エリアと 4G エリアの境目っていうんですか、そういったところで通信速度が安定していないなっていうのがあったんですけれども、それをドコモがですね、回線を改善してくれる工事をですね、しているらしいんですね。ということでドコモ 5G ギガホプレミア今後も期待大でございます。まずはですね 5G エリアの拡大をですねどんどん進めていってほしいですね。それから総務省もいろいろ動いているので、私が個人的に思うのはバンドの、自由化っていうのをですね、3社、してほしいですね。そういったことがなればですね、もっともっと、通信の世界、この日本の通信世界にですね、革命が起こるのではないかと思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。ということで今日はですね、ドコモ 5G ギガホプレミアを使い続けてみて大体1ヶ月ですねの結果、この4つの点について、まとめました。 5G ギガホプレミア、今のところ不満はございません。皆様もですね、契約を検討してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上です。高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サロポンでした。